自由都市ダンツヒは、ベルサイユ条約によって第一次世界大戦後から第二次世界大戦中に、ナチスドイツ軍に占領されるまでの戦艦期から第二次世界大戦初期までに存在した、現在のグダニスクに存在した都市国家である。ダンツヒ自由都市やダンツヒ自由市とも表記される。自由都市ダンツヒとその周辺の町や村の主な居住者は、ドイツ民族であった。 ンツ費の20ンツ被グル電子平線換気におけるンツ費の自由都市化はベルサイユ条約によって成立した。ベルサイユ条約100条から108条はンツ費関連条項であり、103条はンツ費の国際連盟による保護と独自憲法の制定、106条はンツ費との事前交渉なしにポーランドはいかなる国際条約の締結も禁じられる規定。 ベルサイユ条約自体は1920年1月20日に発行したが、正式に自由都市ダンツ費の成立が宣言されたのは1920年11月15日のことであった。1920年から1925年の間には、ダンツ費はポーランド系とロシア系ユダヤ人が北米に移民する中心の場所となり、6万人がアメリカとカナダへ亡命した。 自由都市団ツ比は、団ツ比の都市部分とツポット、ティーゲンホーフ、ノイタイヒ等の250人の村と63の村落を含んでおり、東プロイセンに挟まれた地域であった。全面積は1966平方キロメートルであり、領土はナポレオン時代の約2倍の大きさである。人口は増加し、 1919年の35万7千人から1929年の40万8千人となり95%はドイツ人であり少数民族としてカシューブ人とポーランド人が存在していたベルサイユ条約はダンツヒとそれを囲んでいる村をドイツから切り離したが新しく形成された州は在住者に基づく公民権を持つ必要があった ドイツ住民は自由都市の形成により、ドイツの国籍を失ったが、州の成立の最初の2年間は、ドイツ国籍を再取得する権利を与えられた。しかしそうした場合、団地費の外のドイツの領域に住む必要があった。1925年1月5日のポーランド郵便局の解説自由都市という言葉は、ポーランドから見て国外にあることを示しており、 ポーランドと関税同盟を結んでいた。ポーランドへ接続されている自由都市の鉄道線はポーランドにより管理されていた。同様に町の港であるベステルプラッテには分離された軍の事務所があり、ポーランドに与えられていた。同様に町には二つの郵便局が存在した。一つは都市の郵便局で、もう一つはポーランドのであった。 最初の自由都市市長は1919 19年2月2日から市長であったファインリヒザームであった。1920年1月24日には駐屯していたドイツ軍が退去し、1月31日からは連合国軍が駐屯を開始した。2月13日からは国際連盟暫定高等弁務官レジナルドタワーが行動を開始し、3月5日には ザームを議長とする参議院を設置した。5月6日からは憲法制定のための議会選挙が行われ、ドイツ国家国民党、独立社会民主党、ドイツ社会民主党、中央党、自由経済連合、ドイツ民主党、ポーランド党などが議席を獲得した。この政権議会は憲法制定とベルサイユ条約104条に基づく、ポーランド協定の作成のみに権限が限定され、 8月11日に最終案を可決した。憲法はその後国際連盟の修正を経て1922年5月11日に高等弁務官の承認により発行した。ダンツ飛行はポーランドによる利用が認められていたが、ポーランドソビエト戦争の際、ポーランドの軍需物資積み込みを公安労働者がボイコットする事件が起きた。ポーランドはダンツ飛に代わって、 近隣の漁港、グディニアを整備し、新たな港湾都市として建設を開始し、様々な優遇措置を与えた。このため、グディニアとダンツヒの競合関係が生まれ、ザームはこの問題を国際連盟に提訴している。1930年、ザームがベルリン市長となり、公認には参事委員の副議長であったエルンスト・ツイムが就任した。1933年5月、 ナチスは自由都市の選挙で勝利した。しかし、彼らは57%を選挙で得ただけで、団地比自由都市の組織を変更するのに必要な2、3には、不足していた。政府は反ユダや反カトリックの法を導入した。後者は、主に、わずかな、ポーランド人とカシューブ号を話す住民に対して厳しい、ものであった。都市は、 ポーランド内のドイツ人の未成年を自衛団の指揮の中核となったドイツ青年党やドイツ連合のような組織に採用することにより訓練拠点を提供した。チームも市長の座から追われ、ナチ党員のヘルマン・ラウシュニングが市長となった。1934年にはダンツヒにおける大管区指導者代理であったアルトゥール・グライザーが新市長となり、 強制的同一化がさらに進められた。1939年9月1日、それまでポーランドへの友好訪問と称して、グダニスク湾に停泊していた、ドイツ戦艦シュレスビヒホルシュタインが何の布告もなく、ダンツヒのポーランド軍駐屯地に激しい艦砲射撃を、開始、このドイツによるポーランド侵攻によって、第二次世界大戦の火蓋が切られた。ナチス政府は、 ポーランドへの侵攻の数日後、1939年9月2日にドイツへの再編入の投票を行った。ユダヤ系住民はホロコーストの対象となり強制収容所へと送られ、多くが殺された。都市の90%は第二次世界大戦の終わりには廃墟となった。連合国はヤルタ会談において戦後の断地ツ比が ポーランドの一部になるという合意を行っており、この方針はポツダム協定によって確認されている。1945年1月30日に1000人の兵士と1万人の避難民が乗っていた船ビルヘルム、グストロフ号がソ連の潜水艦により撃沈されている。1945年3月30日、都市は赤軍により解放された。戦前にいた人口の 約90%は死亡したが、1945年までに逃げ出したと考えられている。1950年までに約28万5000人に上る自由都市の以前の住民が連合国支配下のドイツに移住している。ありがとうございます。